はようございます。今日は10月1日日曜日でございます。今日は、ホームに徳島ヴォルティスさんをお迎えして J2 リーグ第37節の試合となります。いやー、もうプレーオフに向けてもう1敗もできない、引き分けすら許されない厳しい状況かと思います。ですのでもう勝ち続けていくしかないですね。仮に引き分けとか万が一負けてしまったとして、で愚痴とかね言っても結果はもう変わんないので、もう我々サポーターのやることはもう応援するしかないので、もう今日も一生懸命激アツの応援で後押ししたいと思います。そして今日10月1日はですね、河合修斗選手の誕生日でございます。で、まあ要望ないでしょうけども一応私の誕生日でもございますということでございまして、いや最高のバースデープレゼントを勝利というような誕生日プレゼントであればいいなと思っておりますので、激アツの応援で選手を思いっきり後押ししてまいります。よし、行くぞ、勝つぞ。はい、こちら日清連さんで、じゃがじゃーん、モンテディオ山形のクレジットカードが登場いたしました。でカードがこちらになります。モンテディオ山形のエンブレムが刻まれておりますね。めちゃくちゃかっこいいです。なんか入会するといろんな特典があるとのことなので、非常にお得なカードとなっております。いかがでしょうか。はい、今日のスタジアムグルメ買ってまいりました。まずこちら、じゃがじゃん、トマトの森さんのトマトメンチドッグ。見てこのボリューム、やべえです。これコスパ半端ねえっすよ。そして LINE でお友達登録させていただきましたので、こちらポテトをサービスでいただきました。ありがとうございます。皆さんぜひ LINE 登録してみてください。そしてジュリーさんの野田ちゃんのかぼちゃコロッケソースなし、もうこちら久しぶりにいただきました。いや、食べるの楽しみです。さらにユニテカフェさんの生くるみ団子、もっちもちふわふわで濃厚なくるみソースがかかってるんじゃないかと思われます。ではこれらをいただいて今日は勝つ。ではいただきます。お疲れ様でございます。今日は声無事ですまあちょっとさっきまで調子悪くてかすれてたんですけども、ちょっと晩ご飯食べてきたらだいぶ良くなりました。で、今日の試合なんですけども、ホームに、徳島ヴォルティスさんをお迎えして J2 リーグ第37節が行われました。
で試合の方なんですけども、モンテリオ山形が、エースを握った展開試合となりましたけども、徳島ヴォルティスさんがちょっとこういう言い方したらすごい失礼なんですけども、少ないチャンスを確実にものにされて、前半34分、確かコーナーキックからだったと思いますけども、阿部隆選手がそれを決めまして、徳島ヴォルティスさんに先制されました。いやー、阿部選手のポジション取り素晴らしかったですね。あれはもうちょっとモンテの選手が悪いとかなんてとても言えないです。まあ、阿部選手のポジショニング、あとは徳島さんの他のプレイヤーの方々がこうきっちり阿部選手がフリーになるような形でこう体を張ってポジションを確保したんじゃないかと思われます。そういう風に感じております。ですので、その徳島さんのセットプレーの戦術とか、そういったものが本当に素晴らしかったんだなというふうに感じました。で、試合の方はですね、モンテリオ山形こう終始ペースを握るような感じの押せ押せの展開ではあったんですけども、ちょっと残念ながら力及ばず、0対1というような形で、痛い敗戦となってしまいました。シュート数とか見てみると、シュートはモンテリオ山形16本に対して徳島ヴォルティスさんが6本で、枠内シュートが共に2本という形になってますね。で、さっきもちょっとお伝えしましたけども、コーナーキック、徳島ヴォルティスさんが、確かちょっと現地で見てた時の、ちょっと記憶なんて定かじゃないんですけども、何しろまだダゾーンとかも見てないので、ですので多分、徳島ヴォルティスさんがその決めたコーナーで、コーナーキックの数がモンテリオ山形10本に対して徳島ヴォルティスさんが1本、その1本 で、です。徳島ヴォルティスさん、モンテリオ山形ともに枠内シュート2本でしたから、本当に徳島ヴォルティスさんが本当に大変失礼なんですけども、少ないチャンスを確実にものにされて、そのコーナーキックからのセットプレー、こちらも完璧にデザインされたプレーで勝ち切ったんじゃないかという見方が自分なりの正直な感想です。いやー、で、今日負けてしまったのは非常に痛いです。順位は、試合が始まる前まで、昨日の試合、土曜日の試合が終わった時点での順位、11位で、変わりないんですけども、プレーオフ圏内の6位との勝ち点差は6にまで広がってしまいました。残りの試合が、モンテリオ山形が5試合ですので、5試合で、この勝ち点差6を詰めるっていうのはかなり厳しいです、正直言って。ですがね、もう選手の皆さんが一生懸命勝利を我々に届けるために戦ってくれてる、あの姿を現地でも実際にも今年何試合も見てるので、やっぱね、もうあそここうしてくれ、ここはこうしてくれなんてのはやっぱり言えないですよね。でも生意気にも何回か言ったことはありますけども、でもいやーね、そういうことはちょっと、やっぱ選手のこの厳しい状況の中でも一生懸命戦ってくれてる姿を、現地で実際に見ているので、やっぱ、言えないです、ね、仮に愚痴ったりしてもやっぱ結果はもう変わらないので、そういったネガティブなことを言ってしまうと、やっぱりね、こんな動画でも見てくださってる方がいらっしゃいますので、もうそういった見てくださってる方々が不快な思いをされたりしてしまいますし、もうこういうふうに動画を仮にも配信させていただく立場でありますので、そういったネガティブなことを言ってしまって、それを見てくださったが、そういったことをするのが愚痴ったりするのが当たり前だっていうふうなことになってしまったら、やっぱね、ちょっとそれは悲しいことですので、なので、言わないようにしますもうやっぱり、厳しい敗戦であっても、やっぱりね、選手の皆さんはもちろんなんですけども、監督、コーチ、スタッフの皆さん、そして事務職とかもされてるスタッフさんとかもいらっしゃいます。直接こう選手と関わりのあるスタッフさんばかりではありませんので、そういった事務職とかね、そういったスタッフさんもいらっしゃいますので、そういった皆さん、モンテリオ山形に関わる全ての皆さんですね、そして
地元山形のモンテサポはもちろん全国のモンテサポそして、毎試合熱い応援をしてくださってる手越優也さん、そして手越優也さんのファンの皆さん、ファンの皆さんですね、そういった方々もやっぱり山形に対して熱い思いを、思いをというか応援を続けてくださってますので、そういった皆さんのこと、皆さんからいただく力、そういったものを我々現地で応援できるサポーターはそれを力に変えて選手を後押ししましょう。我々にできることは、応援を続けること、そして、厳しい状況ではありますけども選手皆さんを信じて応援して、少しでもスタジアムをいい雰囲気にして、選手の皆さんがホームはもちろんですけども、アウェーが残り2試合ほど残ってますけども、アウェーの地でもホームのような雰囲気で戦える雰囲気を作り上げて選手を後押ししましょう。で、残りが、5試合となりました。本当に厳しい状況になってしまいましたけども、今言った通り、自分は選手、監督、コーチ、スタッフの皆さん、そして全国のモンテサポの皆さんも信じて一緒に戦いたいと思います。で、次のホーム戦となりますと10月の8日日曜日ですね、3連休の中日になりますかね、ホームに栃木 SC さんをお迎えして14時キックオフのデーゲームとなります。もうプレーオフに向けて本当に負けられない試合ばかりです。もう引き分けすら許されないと思います。ちょっとね、今日の試合が試合はちょっとまあまあまあいろいろありますけども、もう残り5試合、ただ勝つだけじゃなくて会心の勝利の5連勝を飾って、その勢いでプレーオフに進出しましょう。そしてプレーオフ、モンテディオ山形非常に強いですから、その勢いで J1 復帰を成し遂げましょう。我々ならできます。で、そのさっきちょっとお話ししました3連休今週末から始まりますね、土日月と。で、10月の8日はさっきも申し上げた通りホーム栃木 SC 参戦です。自分もスタジアムに駆けつけて現地で応援をします。で、前日の10月の7日、つい先日までって言ってもう1ヶ月ぐらい経つんですかね、バスケワールドカップで日本中が沸きましたね。いよいよ山形にあるプロバスケットボールチーム、山形ワイバンズ、 B2 リーグのチームなんですけども、B2 リーグが開幕します。10月の7、8で、開幕します。2試合行われます。今回は B2 リーグの開幕戦として、山形ワイバンズはホーム、今回は上の山での試合になるんですけども、福島ファイヤーボンズさんをお迎えしての2連戦となります。で、7月の7、8で行われるんですけども、8日はモンテディオ山形の上に行くので行けません。ですが7日3連休初日ですね、この日は上野山の方に駆けつけて山形ワイバンズを激アツ応援してきます。で、嬉しいことにですね、スポンサーさんのご好意で T シャツのプレゼントがあります。ここにもワイバンズの、ロゴが入って、後ろに背番号と選手の名前がプリントされた T シャツがランダムで配布されるというふうに発表になっております。ですので、ね、なかなか山形でこうプロバスケットボールの試合があんまり盛り上がってないっていうのが正直な感想なんですけども、見に行けば本当に面白い試合が毎試合展開されますので、ぜひ山形のプロスポーツはモンテディオ山形だけではありませんので、山形ワイバンズもありますし、V1 リーグに昇格を決めたアランマーレ山形というバレーボールチームもあります。ですので山形のプロスポーツを盛り上げていきましょうちょっとまあそんな感じで山形ワイバンズの宣伝もさせていただきました。
で、ごめんなさい、話があっちこっちあっちこっち飛んじゃいますけども、今日ですね、アンダー23マーケティング部の方々ですね、スタッフの皆さんが先日の動画でお伝えした、青春、大人の運動会みたいなイベントの告知とか、あとはイケオジイケネのそういうのお得なチケット、そちらのプロモーション活動を一生懸命声を上げて声を出してプロモーション活動の方されておりました。で、先日お声掛けいただいたアンダー23マーケティング部のスタッフの方々と今日偶然お会いすることができたんですよ、スタジアムの方で。で、おかげさまで宣伝もしていただけたので残りわずかとなりましたっていうふうに、もう本当に笑顔で報告していただいたのが嬉しかったです。微力ながらですけども、本当にわずかな力ですけど役に立てたのかななんていうふうに思ってる次第でございます。ありがとうございます。そんな感じでアンダー23マーケティング部の方、朝本当に10時半ぐらいからもうスタジアムでプロモーション活動されていて、試合が終わって5時過ぎぐらいまで人が少なくなったスタジアムでもプロモーション活動をされてますので、そういった若い方が企画してもう計画されて段取りも全部組んで一生懸命サポーターの皆さんに楽しんでいただこうというふうに、盛り上げてくださっている企画ですので、ぜひ協力できる方、協力できる企業の皆さんがあればぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。で、冒頭の方でもお伝えしましたけども、完全な個人的なことなんですけども、今日は川井修斗選手が誕生日をお迎えになりました。おめでとうございます。残念ながら勝利というね最高のプレゼントをお届けできませんでした。で、恥ずかしながら私も本日誕生日を迎えさせていただきました。ありがとうございます。もう年はね誕生日迎えてももう嬉しくない年齢なんですよ。もう寿命までのカウントダウンしてた方が早いんじゃないかっていうぐらいの年齢です。で、そんな中ですね、今日スタジアムの方で、マグネットリボンの募金コーナーの方に、毎試合選手が2名いらっしゃって募金の協力お願いしますということで、活動されております。で、そこに、今日選手の方が来られたのが川井修斗選手、そして国分慎太郎選手でした。いやー、ありがたいことに国分慎太郎選手から、もちろんマグネット募金マグネットリボン募金に協力させていただいて、川井修斗選手に色紙にサインをいただいて、国分慎太郎選手にはユニフォームの方にサインを入れていただきました。ありがとうございました。で、今日実はファンクラブ特典の、サイン会、そちらの方もう非常にありがたいことに今年2回目のサイン会当選いたしまして、今日ね、ツイッター、旧ツイッター現在の X ですね、そちらの方もしくは LINE の方で、今日は、ステージイベントはどの選手です、でサイン会はこの選手ですっていうアナウンスがなかったんですね。なので、どの選手がサイン会に来てくださるんだろうというふうにちょっとワクワクしてたんですよ。で、1時スタートで、そこから10分おきに3つのグループに分けてサイン会が行われて、僕は2番目の13時10分の組だったんですね。で、ちょっと時間に余裕があったんで、どなたかなとこうスタジアム正面の入り口の方を覗いてみたら、宮城天選手だったんですよ。いや、天選手メンバー外だったら天選手だと嬉しいなーなんていう風に思ってたんですよ、勝手ながら。ここで宮城天選手だったの、もうテンション爆上がりしちゃいましたね。で、先ほどの国分選手と同じようにユニフォームの方にサインを入れていただくことができました。ありがとうございました。で、今年ですね、確かツイッター、現在の X ですね、そちらの企画だったと記憶してるんですけども、このコンフィットシャツが当たったんですよ。で、こちらの方、今年のこの FP1 のユニフォーム、これはね、夏ユニですけど、FP1 のユニフォーム持ってるので、どうしようかなと思った時に、ああ、そうだ、これに全選手のサインを入れていただこうかな、なんていうふうに思ってたんですね。で、サインをいただき始めたんです。で、
まあ何ヶ月かかけて、おかげさまで今日こちら国分選手と宮城天選手にサインを入れていただきまして、現在のモンティディオ山形に在籍している選手そして監督のサインコンプリートしました。ありがとうございます。実はこれね、国分選手と宮城天選手だけだったんですよ、入れていただいてないのが。そのお二方にまさか今日サインを入れていただけるなと思ってもいなかったんですね。で、無事に今日入れていただくことができまして、残念ながらね、成瀬俊平選手、成瀬選手からはサインをいただく前、このユニフォームが当たる前にも移籍されてしまったので、残念ながら成瀬選手のサインだけはないんです。成瀬俊平選手以外のサインはありがたいことに全ていただくことができました。本当に監督、選手、皆さん、選手の皆さん本当にありがとうございました。お忙しい中サインを入れていただきまして本当にありがたい限りです。もうこれは視聴者プレゼントにはしたくてもできませんですので自宅の方に大事に飾らせていただきます。そんなわけでございまして、ちょっとね最後の方は自分のことをちょこっとかなりお伝えするような形の動画になってしまいましたけども、まあ、残りいよいよ、J2 リーグはあと5試合となりました。いや本当にさっきも言ったように厳しい戦いばっかりです。もう本当に一戦たりとも落とせません。引き分けすら許されないと思ってます。ですのでスタジアムに駆けつけられるサポーターの皆さん、そしてね、手越優也さんのファンの方々も、スタジアムの方に足を運んでくださってるんですよ、実は。もう山形にお越しいただけてる方もいらっしゃいます。で、山形に来るのが難しいという方々でも、ご自身がお住まいの地域に、J2 リーグのクラブがあるにもかかわらず、モンテの応援がしたいっていうふうにおっしゃってくださって、ご家族皆さんでスタジアムに駆けつけてくださって、モンテのゴール裏で、見よう見まねでお子さんたちがこう飛んだり跳ねたり、ちゃんと歌ってくださったりして、本当にモンテリオ山形に熱い応援をしてくださってます。ですので、そういった方々のもう思いとかも込めて、スタジアムに駆けつけられる皆さんはスタジアムで、もちろんホームアウェー問わずホームスタジアムに駆けつけていただいて、激アツの応援をしていきましょう。少しでもいい雰囲気を作って選手を後押しして、一緒に戦ってもう5連勝会心の5連勝を飾ってプレーオフに行きましょう。そして目指すは当然 J1 復帰です。難しいかもしれませんけども、やってやりましょう。我々ならモンテリオ山形という素晴らしいチーム、サポーターの皆さんとならやれるはずですそう信じてますので、共に戦っていきましょう。さあ、そういうわけでございまして、ちょっと長くなってしまいました。ちょっとじゃないですね、かなり喋っちゃいましたね、すみません、長くなって。で、そういうわけでございまして、これからも残りの試合激アツの応援を続けてまいります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次の動画もまたお付き合いいただけましたら非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。では本当に厳しい試合が続きます。一戦たりとも負けられない、引き分けすら許されない厳しい状況ですので、本当に熱い応援をして選手と共に勝ち続けましょう。さあ、そういうわけでございまして、こちらの方で締めさせていただきます。どうもありがとうございました。では、バイバーイ。